関西学院大学2022年の力学に関する入試問題の続き、その2です。括弧 B の括弧2番からです。質量3分の M の失点を初速 3V で頂点 O から射出すると、失点は母線 L に沿って面 S 上を直線運動し、やがて小物体と合体した。この合体で生じたものを物体 P と呼ぶ。なお物体 P の大きさは無視でき、円錐面から飛び出すことなく面 S 上を動くものとする。括弧に衝突直後の物体 P の速度を母線 L に平行な成分と直交する成分とに分解したとき、それぞれの大きさを Gθ(R) のうち必要なものを用いて答えよ。括弧3、衝突直後の物体 P の力学的エネルギーを Gθ(Rm) のうち必要なものを用いて答えよ。ただし重力による位置エネルギーの基準点を頂点 O とする。括弧4、頂点 O から R だけ離れている時の物体 P の速さを Gθ(R) スモール r のうち必要なものを用いて答えよ。括弧 B の括弧2番の問題です。質量3分の M の失点をこの頂点から初速 3V、 この V というのはこのここで R という距離でこの小物体が回っている時の速度ですね、それの3倍ということです。初速 3V で0から頂点0から射出すると小物体と合体した。ここで合体したということですね。合体した物体 P はその合体したものを P と呼びます。 P は S 面上動いたということですね。括弧2番、衝突直後の物体 P の速度を母線 L、 母線 L といったらこれですね、面 S 上の一つの線、母線です。母線 L に平行な成分、これの平行な成分と直交する成分とに分解した時のそれぞれの大きさを答えよ。 Gθ(R) のうち必要なものを用いて答えよということですね。でここで小物体は R という頂点 O から R という距離で M としているわけです。で頂点 O から3分の M、 この質量の3分の1の質量で3倍の速さで射出してここで合体したということですね。これを真横から見るとここが頂点 O です。で小物体はこのようにして V という速度で動いています。で 3V という速度で射出するわけですが、動いていくときはだんだん減速します。その時の加速度は全問でやりました、マイナス G 誤算 θ という加速度で、ね、減速していきます。で 3V から V ダッシュ、衝突直線の速さを V ダッシュとします。で小物体は V で突き運動しているわけですね。でその時に母線 L ですね、母線 L に平行な成分、つまりこの方向ですね、この方向の速度の大きさ、速さですね、それからもう一つはこの母線 L に直交する成分、この方向の合体した時のこの成分はどうかという問題です。まずその母線 L に平行な成分、これですね、こういう方向で合体した時はこれ方向、頂点がこうあります。ここで合体してこういう方向ですね。で母線 L に直交する成分がこうあります。これを V 平行、V 直角というふうに、区別しています。まずそのこの平行な成分を求めます。その時にここの 3V から V' になったとします。これと加速度運動ですね。でその時の V' を求めると、終わりの速度引く最初の速度の2乗は2倍の加速度がマイナス G コサシータです。で、交換の距離が R ですからこういう式になって V' 乗は 9V 乗でこちら移行しています。 9V 乗引く 2GR コサイン θ ですね。で V はそもそも何かというとこの等速運動の速さです。これは全問でやりました。括弧 B の括弧1番で前回やりました。 V はルート GR コサイン θ と出たわけですね。それはどうして求めたかというと、ここで動いていないですから、この斜面方向成分と遠心力によるこの成分とが釣り合っているというところから出したわけですね。でこれは 9V 乗ですから、 V 乗は GR コサン θ で 9GR コサン θ になって、結局 7GR コサン θ で V はダッシュはルートになります。このコーナー直前の速さはこういう大きさになるということですね。で、ここで合体するわけですが、コントロール保存則を用います。最初はこっちの3分の M、 これしかないですね。この方向の成分だけ考えます。その衝突直前の運動量は3分の M は V ダッシュになります。で衝突後はこの A 分と3分の M が合体して3分の 4M、
それから V-Lyco という運動量になります。で結局3分の 4M と3分の M で3分の M が消えて4分の V' になりますね。 V の平行は4分の V' ですが、4分のルート 7GR コサインシータ、これが平行な線、こういう方向ですね。こういう方向の大きさが、速さがこうなります。で一方この母線 L に直行した成分は何かというと、この最初はもうこれしかないですね。この小物体の速さしかないですから MV とします。でこれはもうこういう方向だけしかないですから、で合体した時は結局こういう方向で3分の 4m になりますから、その成分速さをこうかけます。これが運動量となりますね。ですから V 直行は4分の 3V というなりますね。 V はルート GR コサインシータですから4分の3のルート GR コサインシータになります。これが母線 L に平行な成分の速さ、母線 L に直行する後ろの速さがこうなります。括弧3番の問題です。衝突直後の物体 P の力学的エネルギーを答えよ。 G、C と R、N の実質なものを用いて答えよという問題です。ただし重力による位置エネルギーの基準はここですね、頂点 O とします。で力学的エネルギーですが、この衝突直後といえばこういう3分この小物体 M とこの失点ですね、3分の M の失点が合体しました。結局3分の 4M という小物体 P の質量は3分の 4M というようになったわけですね。で衝突直後はこういう母線に平行な成分と母線に直行する成分とにも分解できますが、合成速度はこういう方向に持っているわけですね。ですからこの時の運動エネルギーはこれの質量にこの速さですね、2分の1の3分の 4M の V 次方という運動エネルギーで、しかもここが基準、位置の基準ですから、この高さが R ですから R のコサインシータになります。ですから位置エネルギーは3分の 4M という質量かけ G かけこの高さが R コサインシータになりますね。ですがこの和であると。でところでこの V 次方は何かというと、三平方の定理でこれの2乗とこれの2乗の和ですね。ですからこの前後の結果を利用します。これは平行の成分はこうなりました。直行する成分はこうですから、これ自乗したものは16分の 7GR コサインシータ、これ自乗したものは16分の9になりますから、16分の16ですね、これと GR コサインシータになって結局 GR16 分の 16GR コサインシータで GR コサインシータになります。でここを持ってくればいいわけですね。でこれとこれで2になって3分の 2M のGR コサインシータ、これは3分の 4MGR コサインシータですね。 MGR コサインシータでこれ共通ですから、これとこれはで3分の6で2になりますから、2倍の MGR コサインシータ、結局力学的エネルギーはこういう式になります。次は括弧4番最後の問題です。頂点 O から R だけ離れている時の物体 P の速さを答えよ。 GC と R、スモール R のうち必要なものを用いて答えよという問題です。この4番は括弧3番前問のから続いている問題ですね。ですから合体してこういう方向で V 平行な成分と直行する成分とで上に行くわけですね。この R よりも大きいスモール R は上の方に行くということですね。このここよりもこういうところで運動しているという意味になるとなります。でその時の速さを答えようという問題ですね。でここで、その時にはもう摩擦がありませんから力学的エネルギーが保存されます。で最初の前問過去3番で求めた力学的エネルギーですね、これ恒例になります。でこの R だけ離れている時のこの物体 P の運動の速さを V とします。その速さを答えよう V とします。この V はここで、最初のここでの V、 ちょうど直後の V とはまた違うわけですね。力学的エネルギーが保存されて安定した時のこの速さになりますから、この V と一応置いておいておきます。その時の位置エネルギーはこの高さですね、 R のコサインシータになりますから、この3分の 4M という質量の R コサインシータという高さですから、こういう位置エネルギーになります。でこれが力学的エネルギー保存が保存されますからこうなるわけですね。でこれは3分の 2MV 次方になります。 M が全部取れた形でこれをこちらで移行したら3分の 2V 次方がこちらが移行して 2GR コサインシータ引くの M を取って3分の 4GR コサインシータになります。で V 次方はこれですね、G コサインシータでくくると
これで 2R マイナスの3分の 4R になりますね。で V 乗は2分の3分の2で割りますから2分の3と書きます。でこれはそのままですね。でこれとこれかけて 3R、 これとこれかけて3と3で2と4で 2R ですね。ですから V はルートの 3R マイナス 2R の G コサインシータ、これがこの速さになります。ここの速さ V はこの前問でやったこのこれとこれの三平方で求めたその V とは違います。あくまでもその安定して等速運動している時の速さを言っていますからこれになりますね。ここはこの R の時の速さを V' とします。でそのここのラージ R の時に衝突直後の速さが V の時は三平方の定理でこれの2乗とこれの2乗のルートになりますね。その時はこれとこれやったらルート GR コサインシータになります。その時とこの V' はあくまでもスモール R の時のこれよりも上側ですね、時の運動の速さを V' とします。ですからここというのは紛らわしいですから書き直してこれ V' とします。でこの時の速さがの運動エネルギーが V' の2乗全て V' と考えてください。で結局その時の R だけ離れている時の V 対 P の速さ V' はこうなるわけですね。この大きさとは違いますね。これはあくまでも衝突直後のこの R の時のこの速さになりますから、この母線に平行の成分と直骨成分との衝突直後の速さを言っています。これはあくまでもその直後ではなくて R 離れた時の速さですね。この違いということで V' としておきます。